ってるんだよな君をね笑わせたいえっ、ー、とこんばんはヨウタンこんばんはただいまありがとうえー、こんばんはおいたおはくさま寝起きなのおはようえあおいたんこんばんははるみみこんばんはただいまなんかは唇かわいっていったえっ、ー、となんかなあつちらさんこんばんは来てくれてありがとうえー、こんばんにゃーにゃんもやもやキュありがとうおかえりたこさんえー、こんばんちゃあっ こんばんちゃん、ありがとう。バラありがとう。バラより君は美しい。ありがとね。えこんばんは。月瀬さん、こんばんは。おかえり。ただいま。今日はペーパーアイドルがありました。やあ、りほちゃん、やあ。ありがと。うありがと。うコート脱いで。脱いで脱いで。脱ぎ脱ぎ。こんばんは。あえのちゃん、こんばんは。おかえりなさい。ディリリリ、ディリリリリ。そうそうそう、それそれ。あの 君君のスマイル1000マイルみたいな題名なんだけどそう最近は、あの自分の中で流行ってるこんばんはさっきぶりあーこんばんはたけしいいやー今日はもうなんか目が合うたび逆に笑っちゃうぐらい目があったけどありがとうえーとあおいちゃんちちゃちゃあありがとうきゅんちゃんなんであるなのあるかーんーレボリューションえーとリップ塗ったら塗ってるのいや塗ってるんだけどなんか痛いんで岡部氏絶対気づかないでしょでー ねえ学校の先生今日はありがとうお帰りなさいませんえん眼ん疲労で死んでたそう寝、ね、起きやお目目痛いねー痛そうな,なんかさ目なんかそのドライアイとかに効くなんかあれないかな、えー、ゆずちゃんも今配信してるよゆずゆずちんゆずちゃ,んゆずちゃんえー、初見でーす バーサラさんありがとうバサラさんはじめまして来てくれてありがとうございますラックユーアイドル編集部のホップステップスマイルみんなで作ろう笑顔のは葵たんことナンバー葵でーすぜひ毎日配信してるので、右上のハートビンクにしてってください桜ひらひら初恋葵たんこんばんはお さんこんばんは、おかえり。もう深夜の2時だね。そう、2時ですって、みんな。えっ、ー、と、なに今脱ぐのおぉ、脱いで脱いで。<laughs> えー、土曜日、名古屋来ないのそうなんですよ、そう。ラックユー。ボーイズは行くんだけどね、こっちは行かないのよ。こんばんは、あっ、ジュこんばんは。おかえりなさいませ。ありがとう、今日も。誰がゴージャスやねレボリューション。いや、なんで、なんで R なのね。レインボーさ、なんだっけ、なんだっけ。 そうかい一発レインボースーパースパえー、とドライエイド EX おすすめ目薬えでもなんかあるんですよアオイターみたいなんかコンタクトしてるとコンタクトにいい目薬とかがあるからなんかそのドライなんかねあんまり なんていうのなんか、あんまりだよ、ドライエイド。えっ、ー、と、葵さんって呼びます。ありがとうございます、バサラさん。ぜひ、ツイッターもやってるので、そちらもぜひ見に来てください。えー、こんばんは、最近はライブも配信も出席率悪くて、あー、松美さんいや、そう、今日、松美さんいなくてね、そう、ペーパーに、あーって思った。あー、お疲れ様。ライブめっちゃ行きたかったわ、本当に。いや、ライブ、ねえ、そう、ライブ。 ライブ今日はペーパーアイドルでライブでしたがね皆さんありがとうございましたなんかそうでまあ、ライブも楽しかったしあのまあ、公開収録でその s ア r 9期候補生さんのなんか、まあ、ランキング発表とかあったんですけどもそう一緒に緊張してたえー、っと「いさんって可愛い,い!」ですねありがとう ありがとう、バサヤさん。えー、前回のメイドイベントの時、名刺ばらまいた人がいるとか、そうなんですよ。そうなんです。そう、だからみんな気をつけよう。明日はですね、皆さん、メイドリーミンさんとコラボしたカフェで、コラボしたカフェで働きます。えー、秋葉原の、えっ、ー、と、ライブレストラン、ヘブンズゲート店さんですね。で、えっ、ー、と、14時から17時っていう、まあ、まあ、ピルマなんですけども、そう、メイド服を着て、 あのもいもいキュンってするからぜひいてください後頭部が痛すぎて寝れないなら大丈夫大丈夫ハゲちょっダメこれデリケートえーととりあえずカウントしまったうあらありがとうございますカウントえーコード汚いただ脱がないけど葵いタんの初恋フィーバーいいかいおっとありがとうなんかやっぱさ見てるとさ最近ライブでよくやってるの見るからさ覚えるねそうなんか初恋フィーバー一目惚れした葵ちゃンがどう反応するか楽しみだよ あるやおいたんは A がいいんだけどえー、こんばんはおスナッチさんありがとうこんばんはー久しぶりー来てくれてありがとうえー、時々原点に戻ってみたくなることもあるわけよおーおーいいねいいじゃんありがとうえー、すごいんだよこの目薬どうしたちょっと30文字以内で語ってこんばんは コバさんこんばんはおかえりなさい目を温めた方がいいらしいあるねえってことはホットアイマスクつけろってことここ数日仕事後に眼精疲労で吐き、えー、はーお様ーなんか最近さなんだろう飲み会の季節だからなんかさいろんなとこにさなんかお履物が落ちてるあのゲーってやつがいっぱい落ちてって臭いえージェル状の液体だから潤い長持ち 目薬はといもうもう2020年の目標にする <laughs> えー、あ仕事決まったぞおよかったあれは引っ越し先はえあいたん追加メンバーとして参戦するな,な,な,なになになにあ今日行こうぜ今日ちょっとあれあれやるわなんだっけ追いかけて追いかけてみたいなやつえっ、ー、と18日から宇都宮だ 宇都宮が頑張るんだよ南波さんが乾いてそれは地球が自然交転するくらい当然んそう地球で誰も隅っこで泣かないように地球は丸いんだよ<何>えっと明日的な今日は甲子の日一日一日一歩三日で散歩え三日で散歩、ね、え <laughs> 二歩進んで二歩下がる <laughs> 進んでない <laughs>。 <laughs> 二歩すんで二歩な方はんでね <laughs> えっとら笑らってる子さんこんばんはワンコちゃんどこのワンコちゃん初めましてのワンコちゃんあれ来てくれてありがとうございますありがとう、えー、ラックユーアイドル編集部のあおいたんことナンバーアおいですぜひ毎日配信してるので右上のハートピンクにしてってくださいなんかワンコちゃんでどっかで見たのえっ、ー、と カントどうぞバサラダツダルブおおありがとうございますバサラさんえー、昨日の深夜にお酒飲んでハトコイフィーバー踊りながらハイセイの家で言ってた人、えー、結構ハク様やばいよ <laughs> えー、ちょこちょこ指ぶつけてあおいた大丈夫鋼の指えっ、ー、とでももう寝るあ寝るのちゃんと右上のハートピンクねえっ、ー、と遅れましたこんばんあっわたらんこんばんは,あ,渡るこんばんはありがとう今日は来てくれてありがとうおかえりなさいえっ、ー、とこんばんはあ さんこんばんは。おかえりカニ。え、あおちゃんこんばんは。あーもう寝るじゃん。もう寝るじゃん。変身。おかえり、くるってんや今日はありがとう。おはきものよおはきものいっぱい落ちてんの。宇都宮だから会いに行けるとね。待ってるよ、ジロタン。えー、埼玉新都心の駅ってあるのかあります。埼玉ひらがな。新都心が感じる埼玉新都心が、あの、埼玉スーパーアリーナがある駅ですね。えー、土砂物とも呼ぶね、ゲロ。あ、土砂物っていうのなんかかっちょいい。こんにちは。インドネシア出身です。元気ですか カマンダさんありがとうセンキューありがとうインドネシア !I live in Japan! ありがとう、えー、ラックユーアイドル編集部のホップステップスマイルみんなで作ろう笑顔のは、葵ちゃんことナンバーオイですありがとうカマンダーセンキューセンキュー y o u ルカムえっと、そうや先週リーミンのエレベーターですれ違ったで、本当に言ってるすなってさん。ん本当にえ、なんでラックユーいないん あおいいささんツイッタールーールムフォローさせていただきますえ、ありがとう、バサラさん。3歩進んで2歩下がる。あ、1歩進んだ。12月12日から、あ一1日、1日1歩、3日で3歩。やっぱ3日で3歩って1日1歩じゃん。え、そんな歌だったっけ ?3 歩進んで3歩2歩下がる。あ、そういうことか。そういうことか。 昨日は12日月11日だったからあのー、胃にいい日だったんですよだから胃腸の日だったんだけど愛知県に住んでた時駅で履物を踏んじゃった思い出あー悲しい葵さんこれからも仲良くなりたいですねよろしくお願いしますねお願いしますえー、やばいよ怖いだけどねえここ怖えほんとに白様はなんかやばいなんかルンルンだね明日は楽しみだね、えー、カニになっちまった2代目カニ えーとというかやばいよって今更やばかった音からえーとカっチャインかいそうカっチャい、ンじゅたんかくいいん吐し物え SNS、ー、っていつかソロコンするとこだけ葵ちゃんがそうそうそういや違うでも葵ちゃんがライブしたいのはあのヘブンズロックっていうとこですえっ、ー、とバンバンああ TT さんおー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 おお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 かえり TT さんどうしたえおそおお大阪までおおおで帰るからあお そっか、そりゃしょうがないなまた来るんだよすなち1日1歩だから365歩のマーチなので <laughs> <laughs> 本当ほんとだほんとだ1日1歩見返かさんほんとにあそうなんだえ1日1歩だよだって365歩だってえどうするじゃあ。 もう365歩か家から出ないえ埼玉県新都心の近くで遊べる場所ありますかえっ、ー、とコクーンっていうのがありますねえー、エニー,ーなんて語呂合わせあったのかそうあとなんか100円玉記念日みたいな日だったらしいをなんか100円玉が作られた日だったのでえー、sier さんの曲アウターだったらハッピーが止まらない笑ってほしいああ we are S ハッピーハッピーハッピー始めよういやなんかあのー、まあ、ハッピーが止まらないもん好きなんかさ好きな曲いっぱいあるからさ困るよねえー都社物と一緒にされちゃー都社物都社物えこんばんはお疲れ様おやすみ圧倒的なハイ寝るのやみちゃん寝れるんですかおやすみなさいあ、あ、りほちゃんバラありがとうハッピーハッピーハッピー始めようありがとうバラより君は美しい えー、次は1月6日まで東京行くわップじゃんゼップで会おう、えー、とちなみに私はアマチュア配信者あっそんなのよかったルームホローよろしくお願いしますですってですってありがとうバサラさんよろしくねこれからもコクーンポケモンえコクーンってポケモンいるのそういえばツインじゃないねあれ取っちゃったええー、取っちゃったいいじゃん明日、明日会ちゃん頑張るから会うたん人生人生 人生初と言っても過言ではない小学生ぶりぐらいのハーフツインテールでお外に出るっていうそうあのうんてかハーフツインでライブをしたことがないからもうなんかそうちょっと頑張ってみるね今日から研究するえー、将棋で2歩は負けになりますあワンコちゃん着替えてくれてありがとう2歩 ?2 歩 ?2 歩あふもしかして将棋でしょあおいたね一時期将棋にハマったんだよね 1> 1回でもうなんか全然わかんなくてそんなんか桂馬が進むあれとかさあと何だっけ飛び車みたいな飛車だ飛車飛車飛車とか角とか何かいろいろ勉強したけど結局難しかったよそう。えっとだから好きな曲いっぱいか移籍しかあと いやなんかないだってゴーさんどれが好きな曲えっと埼玉新都市の改札で出たところかっこいいと思ってますえそんなかっこいいものあったっけそんな新都市えあったっけえー、っとかわいいあ,らありがとうかわいいあいたんありがとう、えー、今日林なかなかそうなんですよいや泣いてるのかと思ってまた泣いたのって言っちゃったのそしたら今日は泣いてないですって言われた SIA <laughs> のお金の曲「あ」いたいったって嘘まない」あのねすごいよねあのなんかあの「愛はほとんどお金で買える」って曲があるんだけどあれのなんか感想のところで「言いたいことがあるんだよやっぱり女は金なのか好き好き大好きやっぱ好きやっと見つけた石油王っていうのがあるんだけどそれがすごい面白い「もんやであ飲んだくれ」「来てくれてありがとうこんばんは」 えーっとトトトトトありがとう飲んだくれよしありがとう来てくれてありがとうこんばんはえー、それは一大イベントだそうなんです一大イベントなのでそうハーフンテールほえー、どういう話 <laughs> そうハーフ ツインななんかかんかかわハーフツインテールって例えばなんですけど、まあ、普通にあの普通にこうやって結ぶハーフツインとあとここで黒リンパしてるハーフツインとなんかいろいろあるんだけどどれが正解えっ、ー、とおいさんまだ眠たいのに寝ます時間があればよろしくお願いしますねおやすみなさいありがとうまさらさんまた来てくださいよろしくお願いしますおやすみ えーと埼玉スーパーアリーナってどんなところ埼玉スーパーアリーナはえっ、ー、と葵いゃんが、えー、マイラー敦子さんと握手したところ <laughs> えっとパンはあタン子さんパンはお疲れー今日はありがとう家からハーフツインなのかいやもうもうだってメイドリーミーさんついてからやろうとするとなんかね時間がない気がするんですよいってもなんかバタバタな気がするじゃないあタンコさんありがとうバラ はいバラより君は美しいありがとうえー、萌太郎が猫とか言って花の上を真っ黒に塗ってただ、肉って書いてる人と一緒だと思ったいや、猫、かわいいじゃんそんな花の上真っ黒。ペーパーお疲れ様、タッカーさんもお疲れ様、飛車 <laughs> 飛車、飛車、飛車とか、あとなんだっけあれでしょ書くでしょあと、あれだよ。あとなんだっけ将棋ってあと何があったえっ、ー、と、 と,と,と、こんばしあおい師匠おオルニアさん、こんばんは、おかえりなさい。え、はさみ将棋はさみ将棋ってなんだよああ、ようともさお,おかえり。将棋、今もハマってる。男所有者に勝てない。え、そんなすごいガチなんだ。あおいちゃんは、将棋だったら、花札の方が向いてるなって思ったんですよ、そう。えっと、とっ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 と埼玉スーパーアリーナー、個人的には特撮の撮影場所というイメージ。え、そうなの あえそんなだっけあたーコさんありがとうクリスマスが今年もやってきたあれクリスマスプレゼントがないぞどこ行ったあれようやくしたクリスマあったはいあちまったちょい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 ちちちちちちち はいありがとう。プレゼントフォーユー。ありがとうございます。はい、冷めて、ここぞという時はしっかりいってる。いいね、いいね、いい子だ。うちはボロボロじゃねなんか。かな,なんでこんなに破れちゃったんだと思うおかしくないえっ、ー、と、あ、255日。ありがとう。えー、今日は宇都宮餃子館で餃子食ってきた。 なな、えー、林泣くっってねにで言っといたそうなのよそんなね泣くのもしも分かるけどねそう、えー、今年東京大福だけで1万キロ超えたえー、いや大丈夫大丈夫大丈夫愛はね距離を超えられるんだよ、えー、ガチカコじゃ愛カネバージョンいやねなんかすごい考えた人すごいなと思って俺も石油王になりたいん石油王ルフィあ石油王ドラゴンえ愛、ー、イたんお金大好きだもんねコラコラお金

将棋で第一手に角の上の歩を進めて笑われたことあります。え、どういうことですか難しいです、ワンコちゃん。正解知らんがや。ハーフツイにリンゴヘア、リンゴヘアオフ、オブはー、うん、うんレインゴヘアオプションで、ハーフツイに、これ3つってこともしかして、トリプルえー、もんでチらみしとくね、おやすみ。あー、りほちゃんりほー,ー。ありがとう ありがとうなのなんか違う気がするえっ、ー、と DA 埼玉住みやすいですか DA って何正解と不正解があるんだっけハーフツインテールあると思うなんかなんか腕かゆいな置いたんえっ、ー、とツインテール3パターンくらーあったらそうなんかちょっといろんなメイドさんのハーフツイン見て勉強するね埼玉新都心屋根を支える家計 なになにかっこいいですえ待って待って待って2代目さちょっとなんかわかんない埼玉ってそんななんかえらいとこだったっけあれえ次のメイドいつな明日明日です明日十12月12日14時から17時ですおいしょあ餃子の餃子のいいよねなんか餃子いいな食べたいな京都から東京まで調べたら8360円だったあなかなかええー、香車あー金銀香車あったね あったたけしも何将棋やるの強者強者えっとちょくちょくライダーとかセンターさせららら戦隊撮影してるえっ埼はスーパーアリーナまだまだ先だけどローガードプレーで将棋やりたいと思ってる生きてるか知らんけど大丈夫大丈夫白様葵ちゃんが死ぬまで知らな,ないえ葵ちゃんはババ抜きが向いてるそうババ抜きとか なんかさ、あるじゃん、ババア抜きとか、オセロとか、そういうのがいいな。仮面ライダー、スーパーセンターよく SNS で撮るよ、今でも。あれ、そうだっけそんなにあったっけなんか、全然あれだわ。こんばんは。ホアンタグナム。ナムさんこんばんは。来てくれてありがとう。ラックユーアイドル編集部のホップステップスマイル。みんなで作ろう。笑顔のは、葵ちゃんことナンバーいです。よろしくお願いします。ピコリンチョ。ナム 〇〇<え> <laughs> の扉だっかよーくみうんよーく見てえ何をえっ、ー、とそうだキッチン内部の1キロうなぎ丼すごかったな見た写真おいたん食べたことあるえ倦、ー、怠餃子はねなんか倦怠餃子っていつからあんな流行ったの宇都宮え龍、ー、とか馬もああ懐かしいあったそんなのえっ、ー、と不、居者、車馬銀金飛車角行おおあーね 難しいね、うん、えっ、ー、と「配信最初のランキングが当てにならないか気にするなよ」って言っといたまあそうねそうなんかそうまあランキングその都度その都度でさ多分注目してるポイントが違うじゃないランキングってそうえっ、ー、と5年後席業になってる予定いいねえー、マツコの知らない世界で担々麺やった野菜いっぱいで減る、嘘 担々麺好きで青いたん。え、1ヶ月経ってからが本当の勝負であってアドバイスしといた。まあね、そう。なんかそれをトネさんも今日言ってた。えっ、ー、と、ナンバさんかわいい。ありがとう。ありがとう、小バさん。だ、埼玉。こら。こら、こら、こら。えー、だ、あー、そういうことね。DNA 埼玉ってダサイ埼玉かー。そういうことかー。えっ、ー、と、じゃないのダサくない。シノベット大好きだけどな。今はただの忘れたい曲。おっと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 、さのレナさん。 ねそういやそういやえ難しいことはわからないんだよ <laughs> 14時からそう14時からですえー DAPUMP の USA 明日何時までですか17時です1七時十4時から17時でライブお給時ライブお給時で最後の1時間がぶっぱですそうだからうんそんな感じえっと帰りますまたねありがとうタコさんいい夢見てねおやすみなさい ありがとね。俺はエゴのがいいな。エゴもっとわかんないや。いんんあいたんこもあかおりさん来てくれてありがとう。こんばんはえ、王将だと餃子のおしゃれなのか、食い気だけだ。うん。美味しう。ん。ああああああ、餃子じゃなかったの。もしかして今東京に近いとえば品川駅だね。品川いいね。メイドリーミーに行く前に秋葉原で遊ばないのえ、秋葉原って遊ぶとこあったっけ？ <laughs> いっつもライブでしか行ってないからまああとそう新小学って売ってるとこあるからそこは行ったりするけど馬場を取れそうになると似合って口角が上がりそういや結構ほらい田縁起派だから多分えー、はいナムです私はベトナムから来ますわーおーグローバルセンキューありがとうございます私は日本ですいやい田さんかわいいなきっともう寝てるから言えるやつうん 二代目さん起きてー夢の中へ遊びに行くよトントン埼玉スーパーアリーナの丸々の扉とかよーくライダーとかセンターへえ本ほんとに全然なんか背景とか見てないからさおいたんえぽ、ー、い え、今日はありがとう。おかえり、赤羽先生。将棋の話題の王将で餃子っていう青いクオリティ。え、もう全然餃子しかなかった、今。ダメだ、ダメ。えー、特撮は s、s s まかわりめすまい東京ドームシティ。あー、楽屋とかだなー。東京ドームシティで僕、僕と握手。麻雀覚えようか。麻雀もわかんないや。そうだ、腹札ぐらいしかわかんない、置いた。林さん、あでて意外とここぞというときはしっかりする。あれコバさんも詳しいのえっ、ー、と、 餃子の王将に明日行きたたくなりました、うん、行ってください皆さんあっハクさま尊いありがとうじゃん尊いありがとうございますえー、埼玉ラサイの元推し高橋真優さんの地元ラサイもなんか卒業メンバー多くてもわかんないやなんかだった気がするあらそうなのねえはええな何ああメイドそうなのよオリジナルコースターが結構な確率いやそうでねなんでランダムにしたんって思って <laughs> そう いやそうねそうだオリジナルコラボドリンクがあってランダムコースターってそりゃあないぜって思ってるけどまああの皆さんが何かで引き当ててくださいナンバーオイタンかわいいよありがとうごありがとうありがとうおい違うけど17時終わった <laughs> 松見さーんおかえりなさいまで 秋葉で遊ぶところは下船ぐらいしかないよ下船行かないもんだって明日は新生姜グッズのところ前か後に行くって本当にありがとうぜひとも行ってみてちょっと分かりにくいかもだけど気をつけてね1年後に品川水族館にか埼玉県にかまよ、あ、えー、品川水族館いいとこですよえー、花札こいこいイエスこいこい ョ長えー、とっとあおいたんでゲームで負けたらもう一回お願いもう一回とか言って勝つまでやるんでしょあでもねあおいたそんな感じえっ、ー、と帰って席見たら「く」「あ」って書いてあって何事かとんそんな汚い言葉誰だ使ったの林、はい、さんミスフラッシュ高生の時から一応絡みあっそうなんだなんかねみんなすごいねグラビアがえー、ゆっくり寝たいから夢には出あてな出なくていいえー、ドリンクでお腹がバガバガになるまで見えたそうドリンク なんかね、ドリンクとあおいちゃんは個人的に見ててパフェ食べたいけどあそこの1つ2つ見て,って,てーいのしゃいかちょうありがとうございます何で200円もチャージ料違うんだえっと、あのー、楽優氏名で入るとライブが最善で見れるんですよてかそもそもライブの前の最善の席がソファーなんですよ全部であのー、そこに入れるよってことですでその後ろがまあ、丸テーブルなってますえっと だったとシカとは花札の10月の札の鹿がそっぽ向いてるから鹿カ0でシカとあそうなのえすごいなんかさえたけしってなんかそういう仕事してるのなんか <laughs> ランダムで小メさんが当たったら大当たりいやちょっとまずか、えー、とかえっとメイドは来週もあるんでしたっけ一応ある予定ではありますがユミミも春ぐらいからあそうなのか。 新生姜見えージア大阪にも作ってと社長にお伝えください。いや、ね、なんかね、そう、まあ、栃木にあるのもいいけど、なんかね、もうちょっとね、地方にあってもあれだよね。えっ、ー、と、もう頼むメニュー、大体決めて、早っ <laughs> 楽しみだね。えっ、ー、と、もう一回って言わせないほど、髪の差ほど開いて勝つから。 ジロたんがえ嘘です出てくださいごめんなさいいごめな全然起きてました本当にね全然なんか寝てると思うとか言ってたけどこんばんはおいたあなっちさんこんばんはおかえりなさい最善だと短い時のスカートが見れるんだっけどそうなんですよ最善だとあの回る時にスカートが短くて恥ずかしがってる葵ちゃんが見れるえっ、ー、とマックス3時間お高いんでしょうまあそうだねちょっと計算してみてそうそんなまあでもあのー、とてもとても レアーなことですよ、メイドカフェで、青いタンがメイド服を着て、萌え萌え披をするっていう。えっ、ーと,えー、と,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 と、なんだ、えっと、なんだ、あーって書いたんえ、わかんない。その時の気持ち。えー、食べる新生姜的ねって美味しかったって妻が言っえ、ありがとうございます、妻。回し物です、私が。でも品川と埼玉両方予約。 予約えそういうのがあるから、配信、夢めに注目したあとは、今回した安井京香さん。そう。まあね、あのー、まあ名前はもう全員把握してるけど、そう。えっと、上には上がいることを思い知らせる。 厳しい世界だ何スカートの下見れるのいや人は見れんけどいや見えてるんかなえどうかなえっ、ー、と何照れてんだいや本当に短いんですよフリーサイズだからそう何度も言うけどあいたんちょっと背大きめだからさそうでまあでもうん頑張って2杯忘れないようにするねゆきち準備して待ち構えてます <laughs> あれれれれれれれ いやでもなんかそうあのー、ぜひ味わってくださいメイド喫茶をゆみゆみも春から一応知ってるゆみゆみ思ったより読むのが早くて本当におやすみなさいありがとう二代目さんいい夢見てねおやすみえーとだから来週に期待していきますああもうまつみさーん全然まつみさーんだから子供にも容赦ないジロタンがいやでもそれはいともよえ難破さんってせいあるんかそうどちらかというと まあなんか、うん、大きい方ではあるかな。あおい、ビッグだからしょうがない。そう、ビッグになります。え、わし、何かしたっけかうーん、なんか可愛かった。えっ、ー、と、品川と埼玉両方観戦したい場所、観測白様仕事しろよ <laughs> いいんだよ、してるんだよえー、ニーハイ、ニーハイ、なくてもいい、膝裏見れる、都合しないで、あれ、膝裏が好きなの ラック所属岩下の新生姜とキッチンダイブの回しモナンバーあいたありがとうありがとうそこになんか新前大使も入れたらもうあいたすごいよ掲書きがえ青、ー、いビッグマックありがとう ビッグマックってさ、全然食べてないけどさ、あるエスカートが開かないように塗っといたらダメなんですよ。自分で衣装を所持できないの持ち帰れないから、毎回毎回お店に行って借りてるんです、衣装。背高い人結構好きですが、何かありがとう。163.4センチ。 <laughs> はいまあそんな感じでですね皆さん、えー、日付変わって本日、えー、メイドリーミーさんで、えー、コラボカフェがありますえっ、ー、とーちょっとまあ早いんですが14時から17時の間に、えー、ライブとお給仕と えー、物販等とありますでですねえっ、ー、とー1時間ごとに、えー、チャージ代がかかるのとワンオーダー制となっておりますので、あのー、そこは注意してくださいでえっ、ー、とまあメイドリーミンさんの衣装とかメイド服を借りて、えー、ライブやお遊戯をします、えー、でー、まあ、そのメニューはいろいろあるんですけど、まあ、あのオムライスとかもろもろはのもえもえキュンっていうのをやりますので読んでくださいあとそう絵描いたりね しますので読んででくださいであとコラボドリンクがあってコラボドリンクが今週はですね1300円で、えー、とオリジナルコースターがついてくるというただランダムですランダムそう。 あのー、一度頼んでみてくださいであとはですねえっとまあ1 4時から17時の間でも16時17時は物販の時間になってますので一応まああのいつも通りチェキとかは取れるので是非メイド服姿を思い出に収めましょううんえーとだから普通に仕事終わりに向かうけどあーあー寝てえっと膝裏見えるのは好きという変態ですごめんえー膝裏か あんま見たことないな。えー、バイビッグマック食ったぞ。バイってどういうことメイド喫茶でユキッチ様必要だなんてバブリーだら。いや、すごい。メイド喫茶事情わかんないけど、やっぱ、すごいよね。おひさ、あ今くんこんばんは来てくれてありがとう。お疲れさまでした。ありがとう、こばさん。さての方は副業でしょまあ、副業というかまあ、ね、なんか、親善大使。 もうね、あの1年だからさ寂しいなビッグマックはキャベツがこぼれるから苦手レタスだっけあレタスレタスうまく食べれないよね今年真りに誕生日お祝いもらうことができることは嬉しいしてあげるよえ上達してんのかい多分ケチャップのなんかうまくかけるケチャップとなんかうまくかけないケチャップがあるんですよ 間違えたら品川と埼玉両方観察したい場所行かせていただきもお願いしますお姉ちゃんバンバーぽぽらちゃんおかえりこんばんは来てくれてありがとうえー、はるかを休止してくれるんかなはるこは今でもはるこ、うん、でですね、まあそんな感じかなそう、なんでまああとはまあとりあえずね、なんかあの、予約はいりません予約はいらないので、あのー、まあとりあえず来てみてあのー、来てみましょう そう勇気を出してであのー、なんかまあ結構お給仕タイムってフラフラ自由に動けるのでわからないことがあればなんか聞いてもらったりほんとあのー、全然なんだなんかケチャップとかそう「もいもい給」とか呼んでくれればやるので呼んでくださいはいこんな感じかな、うん、難しいけどこ、うん、んな感じです はい、ということで、ぜひ皆さん、役入れちゃったっけあれありがとう、ありがとう。まあ、皆さん、ぜひとも、あのー、メイドリーミン、一度はね、あのー、来てください。で、えっ、ー、とー、今日はね、ペーパーアイドルだったんですけど、次回の、えっ、ー、と、ペーパーアイドルは来週の、 えっと火曜日になります火曜日の17日に、えー、文化放送サテライトプラス広場にて、えー、とーティアーズさんとシスターズアニマさんをゲストにお迎えして、えー、とーお届けしますので観覧無料になってます皆さんぜひお越しくださいよろしくお願いしますよし、うん、よし こんな感じですね。まああのちょっと夜も遅いのでそろそろ終わりにしようかと思います。えー、もう今年本当に何かライブの数とかが残り少なくなってきたので会える時にぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。 えー、コメントを流れちゃった方もしいたらごめんなさい。またコメントしてください。えー、5位、ワンコちゃん、ありがとう。4位、松ツさん、ありがとう。3位、ハルミミン、ありがとう。2位、リホちゃん、ありがとう。1位、ハク様ありがとうございます。469名の皆様、おそくにありがとうございました。ぜひ、右上のハート、白い方は毎日配信してますので、ピンク色にお願いします。あと、Twitter と Instagram もやってるので、そちらもぜひ見てください。 さいよろしくお願いします <laughs> よし明日は精いっぱいもえもえキュンしておもてなしをしたいと思いますじゃあ皆さんね明日はね、あのー、元気に元気にメイドリーミンにご入国してください以上ラッキーアイドル編集部葵たんことはナンあおいでしたおやすみなさーい